はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は国語が苦手な人のための講座、さだまさしという人の書いたね、精霊流しという話です。さあ、しげる弟が大きくて赤いバラの花を、見つけたんですね。それがね、非常にちょっと危険な沼っていうか川のね、水際のところに、咲いているんです。それを兄の正彦と取りに行こうという話になっています。では早速読んでみましょう。しげるが昨日降りて水に浸かったあたりは、この辺りでは一番崖が急で危険なところだった。だが母の好きなバラを持って帰れば、どれほど喜ぶかは目に見えるようだ。正彦はしばらく黙って茂の顔を見つめていたが、決心して、じゃあ二人で行こうと言った。兄としての責任だった。まず借りた本を風で飛ばないところへ置き、それから二人はフェンスをまたいでゆっくりと崖を降りていった。ゆっくり、ゆっくり。正彦は先を行く茂に何度もそう声をかけた。昨日の倍ほども時間をかけて二人は水辺にたどり着く。昨日より水かさが引いた分、足の寄り所はたくさんある。そのあたりは泥が柔らかく型のようになっており、ひどく嫌な匂いがした。そこへ行って川面を眺めて初めて昨日の弟の決心の速さに驚いた。自分だったならこんな嫌な匂いのする川の水の中へ、あれほどためらいもなくすぐに飛び込む勇気はないと思う。ほら、弟にそう言われて振り返った時息を呑んだ。橋の上から見下ろしてもちょうど他の草の陰になってしまう場所にそのバラがあった。大きな美しい真紅のバラだった。この汚く嫌な匂いのする泥の中から生まれて、まるで赤い光を放つように咲いている綺麗な大輪のその花の命がひどく不思議なもののように思えた。誰にも見えないところに一体花は何のために咲くのだろう。それも不思議だった。せーの。弟の顔の大きさほどもあるバラは二人で引いたらあっけなく根こそぎ抜けた。昨日弟に発見されたことも、簡単に子供の力で引き抜くことができたことも、まるで約束されていたかのようだと正彦は思った。崖を登るのもわけもなかった。正当な戦利品は人の心を弾ませる。本を抱えて歩く正彦の前を弟が歩く。自分の顔より大きいバラの花と自分のお尻ぐらいの根っこと、それについた嫌な匂いのする泥。それでも誇らしげなその掘り出し物を通りすがりの大人たちは一様にびっくりして振り返り、すごいねと褒めた。その度に茂は嬉しそうに正彦を振り返り、口を尖らせて大きな丸い目をして何度も小さくうなずく。茂得意の顔だった。帰るなり茂は大声で、ただいまと叫び、さらにあの甲高い声で、お母ちゃまと怒鳴った。その真紅のバラを見たとき、母は驚き喜び、そして感謝した。茂は、母の花壇の一番良い場所を選ぶと、神妙な顔になって、スコップで穴を掘り、何かの儀式のように、うやうやしくその花を植えた。驚いたことに、花は根付いた。翌年には一遍に四つ、翌々年には合計九個の花をつけた。実はこんなにちゃんと根付き、こんなにきちんと育つのは、一緒に持ってきたあの嫌な匂いのする泥のおかげなのだと母に説明されたとき、意外な気がした。嫌な匂いのする泥が美しいバラの色や茎や緑の葉を育んだという事実が、正彦の胸に深く刻み込まれた。
なんだかこのバラは幸運の使いのような気がした。さあここで切りましょう。さあ、前日シゲルが、川の崖の下にね、まあ綺麗な大きなバラの花を見つけた。それを兄正彦と取りに行くんです。さあシゲルが昨日降りて水に浸かったあたりはさあどんなところでしたか。そう、崖が急で危険なところ。だが母の好きなバラを持って帰ればどれほど喜ぶかは目に見えるようです。正彦はしばらく黙ってしげるの顔を見つめていたが決心して、じゃあ二人で行こうと言ったのです。まず借りた本を風で飛ばないところに置き、それから二人はフェンスをまたいでゆっくり崖を降りていきます。さあ正彦はしげるに何て言って何度も声をかけますか。そう、ゆっくりゆっくり。昨日の倍ほどの時間をかけて二人は水辺にたどり着きます。昨日より水かさが引いた分足の寄り所はたくさんあります。そのあたりは泥が柔らかく刀ようになっています。さあしかし、一つだけ困ったことがあります。どんな匂いがするんですか。そう、ひどく嫌な匂い。そこへ行って川面を眺めて初めて昨日の弟の決心の速さには驚きました。自分だったらこんな嫌な匂いのする川の中へ、ためらいもなく飛び込む勇気はありますか。ありませんか。そう、自分だったらそんな勇気はない。ほら、弟にそう言われて振り返った時息を呑みました。橋の上から見下ろしてもちょうど他の草の影になってしまう場所にバラがあったんです。大きな美しい深紅のバラです。この汚く嫌な匂いのする泥の中から生まれて、まるで赤い光を放つように咲いている綺麗な大輪のその花の命がひどく不思議に思われました。しかももう一つ、誰にも見えないところに一体花は何のために咲くのだろう。それも不思議でした。さあせーのと、弟の顔の大きさほどのあるバラ、さあ抜きました。さあ簡単に抜けましたか、抜けませんでしたか。そう、二人で引いたらあっけなく根こそぎ抜くことができました。そして昨日弟に発見されたことも、簡単に子供の力で引き抜くことができたこともまるで約束されていたかのようだと正彦は思いました。さあ帰り崖を登るとき、簡単だった、簡単じゃなかった。そう、どういうわけか崖を登るのもわけはなかったんです。正当な戦利品は人の心を弾ませます。本を抱えて歩く正彦の前を弟が歩きます。自分の顔より大きいバラの花と自分のお尻ぐらいの根っこと、それについた嫌な匂いのする泥、それでも誇らしげなその掘り出し物を通りすがりの弟、大人たちはびっくりして振り返って、さあどんな風に言ってくれましたか。そう、すごいねって褒めてくれるんです。さあその度にしげるはどんな顔をする。そう、正彦を振り返って口を尖らせて大きな丸い目をして何度も小さくうなずいて得意の顔をするんです。帰るなりしげるは大声でただいまと叫びました。そしてしげるはお母ちゃまと怒鳴りました。さあその深紅のバラを見た時、母はどんな様子になってくれましたか。そう、驚き喜び感謝してくれたのです。さあシゲルは、さあどこに、このバラを植えましたか。そう、母の花壇の一番いい場所。神妙な顔になってスコップで穴を掘り、何かの儀式のようにうやうやしくその花を植えました。さあ花は根付きましたか、枯れましたか。そう、驚いたことに花は根付いたんです。しかも翌年にはいくつバラの花を咲かせましたか。そう、4つ。翌々年には合計何個花を咲かせましたか。そう、9個。実はこんなにちゃんと根付き、こんなにきちんと育つのは、さあ何のおかげだと母は教えてくれましたか。そうなんです、あの嫌な匂いのする泥のおかげなのだと母に説明された時、意外な気がしました。
嫌な匂いのする泥が美しいバラの色や茎の緑の葉を育んだのだという事実が正彦の胸に深く刻み込まれたのです。さあ、このバラのことを何の使いのような気がしてきましたか？そう、幸運の使いのような気がしたのです。さだまさし精霊流しより前編。いいなと思ったらチャンネル登録、応援しようと思ったらメンバーシップもお願いします。ではまた明日この動画でお会いしましょう。